はいどうもお疲れ様です。まひめ大学の特別講義でございます。え今回ね、ナミさんの方から本質を見極めてスキルを磨こうというタイトルで動画の方を送っていただきました。結構ね、20分ぐらいのボリュームだったんで聞き応えがあったわけなんですけども、今日私はですね、この本質という言葉についてね、アプローチして、そこからネットのスキルの分析をしていこうかと思うんですよね。まず、本質って言葉ですけども、これね、結構ね、わかりにくい 言葉なんですよ本質ね、うん、その質そのもののことを言っているんだろうなとは思うんですけども本質っていう概念はそれなりに説得力があるんですけどもその概念自体を説明するように言われるとほとんどの方が言えなくなるんじゃないかなと思うんですよ。でもそうなってくると本質を捉えている方っていうのは極端に少ないということになってきます。 さあ、ここからネットのスキルについてちょっとお話をね、変えていこうと思いますけども、ブログって本質的にどんなものなのかっていうことなんですよ。ブログね。で、ブログっていうのは本質的に賢い人が使うものなんですよね。文章が上手な人とか読み取るのが上手な人のコミュニケーションツールです。だから文字だけで十分意図が伝わって誤解しないということになります。そのためには相当な予備知識が必要になってくるんですよ。 予備知識があるからこそそれを要約した言葉を使ってもそれを受け取った人が展開してその予備知識にまで思いを至らすことができるんですよねでも予備知識がない方が要約された文章を読むとちんぷんかんぷんなんで誤解するんですよこの最たるものがツイッターなんですよねただしツイッターはよく分かってない人が使ってよく分かってない人が発信してよく分かってない人が受け取るんで誤解が生じてバリ増言になると いうことで、それなりにマーケットは、あの、安定を保っているんですよ。いいブログってのは、いい読者によって支えられてます。それはアクセス数ではないんですよね。なぜなら、賢い文章を書いても、賢い文章が読み取れる人が少ないから、自然とブログってのはね、少数派になってくるんですよ。でも、少数なんですけども、監督率、最後まで読まれる率が高く、リピートがものすごく高いんで、アフィリエイト報酬っていうのが高くなります。しかも、所得の高い人と、 頭の賢い方っていうのは結構ね曲線が似てるんでじゃあブログのファンっていうのはたくさんものをそのブログを通じて買うっていうふうなねまあそんな流れができるわけなんですよ対して SNS なんですけどね SNS は残念ながらブログのように文章を書くのが上手な人が参加するわけではないんですよ、ね、SNS っていうのはなんとなくポヤーンとした感想やうんどっちつかずの言葉を書いても なんとなく勝手に受け取れ、受け取ってくれる人が読者であることで、ものすごく人気を博してるんですよね。SNS の、SNS の拡散力っていうのは強いじゃないですか。あれは書く人のライティングスキルが高いわけじゃないんですよ。逆に、ライティングスキルが低いから、低いライティングスキルにしか反応できない人が多くて、SNS が流行ってるというね。まあ、そんな分析があるわけですよ。この分析のことを本質というふうに言うんじゃないかなと思います。まあ、つまり、賢い人はいまだに、 優秀なブログをポン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 読んで、そして有料のメールマガジンたるライティングスキルの高いものをポンポンポンも読むわけですよ。しかも、読み終わるまでの時間が非常に短く、でも受け取る内容がものすごく大きいということになりますね、有益なんだよなかろうかと思います。まあ、流行り物に飛びつくのは、ある意味ね、とてもいいことだと思います。流行り物にどんどんどん,どん飛びつくことによって、とりあえずは、その一つ一つの 本質をね、探ってみるということは、とってもいいことだと思うんですよ。ただし、多くの方は本質にたどり着く前に、側でね、完結してしまうんですよね。側っていうのは外側です。外側で1を知って10を知った気になって終わってしまうので、だから賢さがあまり掘り込まれてないんじゃないかなっていうふうに思いますよね。で、賢い人っていうのは、10知ってもまだ1しか知ってないはずだと思いながら、まださらに追求をして、そこに投げかけられた言葉を、 無数の展開によってさらなる仮説に結びつけていって自分なりの解釈をそこで成り立たせるんでどんな文章を読んでも面白いわけなんですよねあの。面白い文章を書いてるから面白いというふうに考える、まあ、それも一つなんですけども実はね面白くない文章をいかに面白く読み取っていくかってことは読み手の力量になるわけなんですよね。はい、ということでね賢い人の僕とすなう文章っていうのは実はものすごく知恵が。 詰まってるんではないかなというふうにね思いますけどもさあここまでご覧いただいて何のことか陳ん幹部で分からないよって方もいるかもしれませんねで <laughs> 最後にオチをつけるとするとね私の頭の中がねたまにこんがらがあった時に思うんですよ頭の中のテレビで言うとね線がねいっぱいあるとこんがらがあるんですよねでも通常私の頭の中あまりこんがらがらないんですよなぜなら線が1本しかないからなんですよね <laughs> そんなオチでございました